紅玉チャンネル始まるよ。どうもみんな元気してる紅玉のアメンです。アマネです。レキさんです。はい、やっさー。はい、やっさー。はい、では今日の企画は何でございましょう。意思疎通ゲーム。よいよ。はい、今日の企画はですね、意思疎通ゲームっておりますか。意思を疎通させるゲームですね。まあまあなよ。意思疎通みたいな。そう、一つのね、お題に対して、今からこのボードに答えを書いていただくんですけど、仲いい3人組なら、もちろん意思疎通して全く同じ言葉、答えを書けるよねっちゅうゲームでございます。書ける、はい、かけるやろ、余裕やろ、仲良しやもん。誰とも、ご元とあまりちょっと早いんやぞ、それでは本日のバキバキやっていきましょう。いやー、ベニタマ、今回は10問用意してきてます。10問、はい、10問中何個あると思います。そりゃ10問中10問やろ。そりゃね。当たり前やないですか。何ですか、リーダー。あ合うよ、合うよ、当たり前よ。はい、行きまーす。第1問目。だら。ちょっともう過ぎたけどね。正月といえば。正月といえば。めっちゃ書くやん。これはね。正月よね。正月といえば。できましたか。おい。せーの、じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。お年玉。おせち。おせち。あら。あーまあねー。いつまでお年玉もらう気なんかじゃん。お年玉ちょうだい。じゃあ、俺らもあげる側ですか。お年玉もらってねーけど。いいお年ですか。お年玉楽しみしてたじゃん。あのね、一番最初に考えるのはお年玉やったけど、もうお年玉書く年じゃねえかなと思っておせちにした。大人の楽しみはおせちや。タイヤンは絶対おせち書くと思ったよ。なんで？アマネはどっちかなって思ったけど、おせちかなと思って。第2問。じゃーん。赤い果物といえば。これは合わせないか。うちらといえばでしょう。ね、答えやねんか。せーの。じゃーん。リンゴ、あ、リンゴ、リンゴ、あ、リンゴ、でかい、リンゴ、リンゴ、リンゴ、一致です。これはね、これはね、さすがに余裕やったな。一致せんとね、ちょっと名前を解明せないといけないので。ベニ玉失格やな。桃太郎のお供といえば。桃太郎のお供といえば誰やな。おじいさん、おばあさん。投稿しよう。はっ、きびだんごやし。それも違う。あれ、お供な。お供やし。酒のお供にきびだんごか。やだ、桃太郎飲みよった。飲みよ。大酒飲み。やば。なんでサザエさんだ。なんでサザエさんだ。イグイ君が飛んでいた。今日は私ハイキング。なる？それ。豚？犬。それは豚やろそれ。犬。お、合いましたね。あったじゃん。ね、ねそれ犬？豚やろこれ。どこがわざんなんかちゃん、犬やねえかちゃん。正解。イエーイ、意思疎通。次、4問目。おげん。はい。おでん。はい。おでんの具といえば。おげんの具？違う。おでんの定番の具といえば。これ悩ましいね。やっぱりこれだけではおでんと言えないと。ちくわぶやきと。せーの、じゃん。大根。大根。おーい。当たった
ほぼ合うんやね。大根。卵誰か来るかと思った。ああ、悩んだ。それと悩んだ。卵行くか。いや、でも大根や。いや、大根やろ。大根が入ってる。しみしみ大根最高や。でも一番好きなのは何？大根。牛筋。え？富山？全部好き。ただの欲張りやね。ちきんちゃくもちくわぶも好きやし、卵も好き、大根も好き、こんにゃくいらん。こんにゃくいらん。どんだけ好かん？食べ物つながりでいきますよ。私たちは福岡ですね。福岡？うん。私たちは福岡ですね。うん。冬のお鍋といえば、何の鍋か。これもうね。でもこれ、俺間違えたかもしれない。せーの、じゃじゃん。私だって嫌いなんだもん。松水炊き。いや俺こっち出ると思ったね。だってもつ食べれないんだもん。でも元にするべきや。水炊きでしょ。でもごつにするべき。いや福岡といえばね。だって家でもつ鍋めっちゃする？する。するする。嘘。せ、うんあんたんちぐらい。うん。ホクホク尻。ママ言うとば。うん？うん。あの子んちはもつ鍋せんけん、ママはもつ鍋好きなのにもつ鍋食べれんちよった別に食べれるんだよ。食べれるんかい。けど、飲み込む、飲み込み、そう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 。ただそれだけ。味は美味しい美味しいってなるけど、味は美味しい美味しい。味は残ったね。ガム、ガム、ガムなの。ガムでするやつ。はい。ちなみに今半分終わって、うん、合わなかったのは天音さんだけですよ。うん。嫌い。なぜか嫌われた。ミニ玉。次。はい。人気 YouTuber といえば。もうこの人しかいないでしょうね。この人でしょう。やべ、名前忘れた。顔が思い出すのに名前忘れた。失礼、気まわりないよ。気まりねえな。気まわらんで。気まわるんじゃないの。いきますよー、はい、せーの、じゃーん、ヒカキンさん。ヒカキンさん、何て会長？太郎社長。あ、出た。なんで太郎社長なの？太郎社長じゃない、多分初めて社長。初めて社長。ホワイトさんの方行った。ひでえ、ひでえ、初めて社長。これはひでえ。待って、個人やけどね。ホワイトさんでもなく個人やけどね。なんでそんなピックアップしたみたいな。はじめ社長。はじめ社長。あ、これね、大きな間違いですよ。社長はひらがなです。そんな間違ったらいけんよ、YouTuber として。だって見てない。やばいやばいやばい。これ使いますんで。7問目。おいよ。YouTuber の人気企画といえば。人気企画か、人気企画難しいね。結局その、ね、誰のどこをピックアップするかってだもんね。なるほど。やっぱそんな各 YouTuber ごとにそのやっぱ顔になる企画みたいなのがあるよね。あるね。あ、わかった。なんでわからんの。そんなそんぐらいなるってことは。なんかちゃんとさ、青でしょ。YouTuber さ、半年なるのみたいな、そんなちょっと考えてちゃうだけわからん。これで上から目線で一人だけ外したら面白いね。面白いね。これしかない、これしかないや。みんなやるよ、もうこれしかないや。コメントスコーラやろ。はい、せーの、じゃん。また私だけ。あーねー。あばねー。鬼ごっこ。そうね、俺もそれ悩んだけど。ドッキリやろ、やっぱ。ドッキリよ。ドッキリに勝るものはないよ。鬼ごっこってやっぱその、やる人限られとるけ、まあ、結構みんなしようけど、トータルで言ってやっぱ、企画なのはこれかなと思って。もうね、ドッキリ頭から出てこなかった。俺もポンと出てきた。それなんか多分俺多分そっちから。実際自分がしたすぎて鬼ごっこを。鬼ごっこやりたいね、鬼ごっこ企画。やりたすぎてこれしか出てこんかった。もう一組二組欲しいよね。一、うん、組だけコラボせんと3人で鬼ごっこしたところだよもんね。間違いない。ぜひ一緒にやりましょう。やりましょう。お待ちしております。お声かけ。ぜひ DM ください。紅玉。はい、いきますよ。8個目。好きな季節は。好きな季節な。
愛する人と過ごす季節ならどれでもいい。じゃあ春、春に過ごしてもらおう。嫌だ、絶対嫌。春よ、こい早く、こい、ね、あのね、みんなパッチ思ったことがね、一緒になるときに一卒やけね、卒しちゃうけね。私だけなんかここに多分壁があるんです。うん、取っ払ってお、いいよ、いいよ、いいよ、ストボメ。そうか行きますよ、せーの、じゃじゃんじゃじゃん、ほい。いや、みんなまだやば、これ夏、秋、冬バラバラ。なんで夏？夏はね、俺イベントが多い気好きなんですよ。なんかその絶対ビキニの姉ちゃん見てたから絶対あとね、女性が薄着になるから。わー、頭が可愛いな。頭が可愛い。今年流行語取るけど、それで9問目はい、はい好きなアニメといえば。好きなアニメか。デシデシデシ。私は絶対これデシ。私に合わせてくれれば。逆に頼むの好きなアニメがわからない。なんで？いっぱいありすぎ。なんで？私もわからんけど。いいよ。いきますよ。せーの。じゃじゃん。忘れちゃった。犬やしゃん。まんじ。まんじや。犬やしゃですよ。私は犬やしゃが大好きです。そう。トンマン好きやけどな。部屋がトンマンだらけ。犬やしゃは。犬やしゃで一番好きなキャラは。犬やしゃ。しっぽでしょ。いや、言うと思った。マジかっこいいあいつ。かっこいいや、かわいい、めっちゃかわいい。サンゴもかわいいけど、私サンゴやろ、サンゴが好き。サンゴっぽいもん。サンゴとキララが好き。うわあるやん、あの、風穴の。じゃあ、やべえ、名前が出てこんばい。奉仕様。奉仕様。奉仕様、何やったっけ、名前。変態奉仕。三蔵奉仕。違う違う三蔵奉仕、違う。いや、絶対そうやん。おるんやん。あれが、あれが、風穴開けるか開けちゃろうか。熱かなんのかい。何も吸い込めん、この金沢。金沢は金沢金沢で金沢でいいか。紅玉。じゃあ締めの質問は、うん、紅玉で好きな動画といえば、どれかな。でもどれも好きやな。やる気出してもろて。今日ね、たやんね、すっぴんやしで、ね、やる気感じられるのよ、マジで。ちょっと待ってください、この顔。はい、アップアップ。かわいい顔して、かわいい顔。書いた？書いた。書いてねえよ。ああ。それが面白かった。単純にやってても。はい。その時点でもう、もうバッティングって大丈夫やか。せーの、はい、一人ずつ。イカゲーム。足つぼ歌見た。イカゲーム。ずっとかだってこれ楽しかったよ。見てても面白かったしさ、やってても面白かったじゃん。足つぼは楽しくない。痛いもん。それは楽しかった。本当ね、痛いもん。イカゲームでしょね。イカゲーム。イカゲームね、ピッピのスワーッときからスパンチってやったら、スワーッていく、あの感じ。イカゲーム。面白かったじゃん。面白かった。ねえ。あまりの顔真っ白。真っ白。おげんが、こう、どっかでどこ行くのってなるやつ。世界がね、イガムさ、あれ。こっちに傾く世界が。絶対以上回るとね。うん、そうそう。世界が傾いていく。うん。紅玉。ってことで、うん、10問やって3問正解。3問正解じゃ、3問意思疎通した。3問しかしてない。3問しかしてないん。そう。そんだけしかしてない。全やばー。本当に仲いいん、ちょっと。え？疑う。疑う。疑う。
まああのね、三種三様違うということで、まあそれでも仲良しということで。みんな違ってみんないい。バイおげん。絶対俺の言葉じゃない。違う。三つ。三つよね。三つよね。金子三つでし。三つが出てきた。頼むがいいと思ったら、チャンネル登録。コメント、高評価、よろしくお願いします。バイバイ。私たち仲いいです。よし。金がついてるから辛いの。それにはやまて。いや、どんどん。